こんばんは、山田です。山田くんです。どうもよくおすんごい感じ、全然言わない。こんばんは、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 こんばんは。そう、なんか前回インスタライブやらせてもらった時にちょっとね、いろいろ不手際が僕の方でありまして、大変皆様にはご迷惑をおかけしてしまったということで、改めてちょっとねコメント見ながらみんなとお話できたらなっていうふうに思ってます。どうもどうも、ああフォローもありがとうございますね。皆さん肌焼けた？焼けてないっす。あ、多分ね僕今これゲーム部屋なんですけど、モニターの前にいて、モニターの何デスクトップがちょっと赤めなので、それで多分反射で赤く見えてるのかもしれないですね。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。今日も綺麗、綺麗、男の人にあんま言うことじゃないですね。そうそうそう、そうだから今日はこの間のリベンジも兼ねて皆さんのコメントなるべく読めるようにしたいなというふうに思ってますすごいね、こんな風にコメントとかね、フォローしましたとか出てたんだね。ちょっと前回バタバタすぎて全然あれだ、コメントとかもあんまり見れなかったんでね、すいません。肌荒れ治った？あー微妙っすね。今仕事帰りでそのメイク落とさず帰ってきたんで。ドラマ見てます、ありがとう、ありがとうございます。あとね30分後に第3話が放送されるんで、ぜひ見てほしいなと思いますけど、みんな見てますか？ドラマちゃんとどうなんですか、どうなんですか もうたくさんフォローしましたっていっぱい出るからあれだね、ありがたいね、ありがとうございます。皆さんフォローしてください、ありがとう。お、ドラマ見てる？見てるけど怖い。まあね、3話怖そう。あー、こ怖いというかね、その、まあ、原作知ってる人は割とこう、まあそうだよねっていう展開がねあると思うんですけど、まあ確かに原作知らない人が見たらちょっとこう怖く見えたりするのかなというふうに思いますけど、怖いだけがこのドラマの全てじゃないってことを僕はちゃんと伝えたい。マジでね、3話、4話、5話、もう4話、うん、そうね、5話、6話、7話、8話、9話。めっちゃね、多分みんなびっくりする展開が待ってると思います。本当に。考察しながらね見てほしい。首吊りのところ演技ですか？演技に決まってるだろ演技じゃなかったら俺ここにいねえよ演技だよ、演技ですよ。拷問受けた時の気持ちどうでしたか？拷問、まあ確かにね、その拷問シーンとかあります。あ、そう、ね、1話でさ、スタンガン食らったとことかあるじゃん。なんかそういろんな人からなんか言われたけど、あれ別にスタンガンは食らってないですからね皆さんそこまではしてないです僕。はい、一番大変だったシーン、大変っていう意味で言うと今日放送される第3話のシーンは見てもらえれば分かるんだけど、超大変だったかな。うん、時間もかかったし、あとやっぱりこう
なんだろう、拷問シーンというか、まあ、別にねその現場は和気あいあいとやってるんであれですけど、実際ね本番、いざ本番ってなったらやっぱりお芝居といえどやっぱりこう精神をねすり減らしながらやってるから、やっぱ切り替えがね難しいなと思う。だから今さ、あの平成ジャンプツアー中だから、でもすごいのよ、あの感情の起伏がすごいよ。でライブやって次の日にねそのドラマ撮影とかはありますけど、めちゃくちゃこうカッコつけたさ、次の日とかにすごい重いシーンとかやるとドーンってやっぱり持ってかれるんだよね。今回やっぱ今回のドラマねマジで持ってかれる、引きずるというか、あんまなかったんですけどね僕役を引きずるみたいなことは。うん、でもね、ありがとうございますね、お疲れ様です、皆さんもお疲れ様です、日々ね頑張ってますよね、みんなね、みんな頑張ってるから僕も頑張るということですよ。ありがとうございます。そう、うーん、だからエイジ、まあ B 中がちょっと出てきたか、 B 一ね、まだでも回想シーンというか、なんだろう、本編にまだ出てきてないから、ここからどうやってね B 一が出てくるか、ぜひ楽しみにしててほしいなと思いますけど、面白いよお芝居は、楽しい楽しい。山田くん忙しいのにいつもライブで楽しませてくれてありがとうございます。ああ、そんなの。忙しいだってね。ライブに来てくれれば、それありがたいことですから。僕も楽しいですね。僕もというか、まあ、僕たちですけど。あの、みんな、こっちもみんなに楽しませていただいてるんで。ね。あざす。肌ツヤ良すぎ。あざす。メイクさんのね、そう、さっきまで仕事してたからファンデーション効果です。メンバーは見てくれていますか？あ、ドラマ、ドラマはねどうだろう、リアクション、みんながみんな見てるかわかんないけど、ゆうやとだいちゃんは見てくれてたかな。そう、ゆうやはなんかいつビーチ出てくんのって興奮しながら話しかけてくれたよ。だいちゃんはだいちゃんで感想くれたしね、ありがたいよね。メンバーも忙しいのに見てくれるっていうのは嬉しいことだなというふうに思いますよ。え、見ててみんなど、チー、チーは基本、あの、みんなのお芝居多分見ないんじゃないかな。なんなら自分が出てるやつとか恥ずかしくて見れないんじゃない、恥ずかしいんじゃないかな、メンバーの見るの。多分ね、多分だけど、ちょっとわかんない、俺は。あんまりなんかね、知念と、そういう話しないかも。なんかプライベートの話とかの方が多いかもね。ちょ、今度聞いてみるわ。職場の人も見てくれてて嬉しい。あ、ドラマ？え、今のインスタライブどっち？わかんないわ。もうどっちにしても嬉しいけどね。インスタライブ一人でやるの初めてだからさ、何喋っていいかわかんないんだよね。ごめんね、下手で。山田くんの絶対見ると思うよってあいつ彼女か、知念はえ、かわいいね、恥ずかしい一日、かわいいね、え、みんなねこういうエピソード待ってんだろ、どうせ知ってんだよ。なんでそんなにイケメンなの。なんか生まれたらこうでした。叩かれるね多分俺ね。親に感謝ですねこればっかりは。じゃあね、インスタライブしてくれて嬉しい、嬉しい、ありがとうございますね。他のねジャンプもこうやって多分一人なのか二人なのかわかんないけど、タイミングがあればやっていくんじゃないかな今後。みんなね、その、なんだ、山田たんじゃない人たちも、楽しみにしててください。だから、多分みんなやると思いますよ、そのうち。
前髪の長さ見たい。いやだからこれ今さ、だからさ、みんちょこれさちょっと聞いてくれよみんな。なんかみんな多分前髪下ろすとか分けるとかなんか分かんないけど分かれてるでしょ、好き嫌いが。これだからさ、今ライブじゃねえや、ドラマ用なわけじゃんか、切れないわけよこれ。下ろすと要はこんぐらいあるわけですよ、長さが。下ろして目見えない俺でもいいのっていうね。ね、断然下ろす、分けてんのも好きであれ分けてんのも好きであれ。ああ、どんな山田君もかっこいい、ありがとうね、ありがとうありがとう、そういうの嬉しいね。なんかその変化を楽しんでほしいですね。やっぱりそのドラマとか映画のさ、撮影期間中ってさ、まあ映画とかだとまあ1ヶ月半とかね、まあ長いものだとね半年かかったりするものもあったりするけど、だからそれぐらいはやっぱり髪型変えれないから、俺らも自由じゃないからさ、なんかね、あ、この髪型したいなと思っててもできないからさ、そこはなんかちょっと我慢してほしいやん、俺は我慢してよちょ、みんな我慢してよ、しょうがないじゃん。今はエイジとしてビーチとして生きてるから。でもね、こうできる限りのなんて言うんだろう、その山田涼介としての姿もね、みんなに見せなきゃいけないなというふうに思ってるんで、まあそれはまあバラエティでも、YouTube でもね、今いろいろこう見れるようになってますから。有岡君はなんで茶髪にしたんかな。うん、それは大ちゃんに聞いてくれ、俺にはわからん。でも似合ってるよね、大ちゃんにね、茶髪ね、似合ってると思いますけどね、僕は。ああ、もうみんなたくさんフォローしてくれてありがとう。うわ、すごい、ハートがすごい飛んでんだ、右側のこれハートな、みんながいっぱい押してくれてるってことかい。エペは最近できてる？あ、エペね、さっきまでやってましたいや今日はドラマ撮影じゃなかったので、ちょっと早くね、さっきほど帰ってきて1時間くらいかなやってました。はい、不思議だよね、こうやって今こんなに手軽に配信ができて、みんなとこう会話ができるっていうのは。ん？あ、しっかり休んでね、ありがとう。マジでね、寝れてますか？あー、どうだろう。寝れてるっちゃ寝れてるし、寝れてないっちゃ寝れてないですね。うん、まあ正直今すごく忙しくさせていただいてるので、多分ね、みんなが思ってるよりも忙しいありがたいことですけどね、うん、ゲームなんてしないで寝てください。ゲームが俺の生きがいなんだよ。いやでも家に帰ってきてもうさ、やっぱ台本セリフ覚えなきゃいけないから、やっぱプライベートの時間を作ることができないわけですよ。ってなると少しでもやっぱりそのリセットする時間が必要なの。やっぱエイジとビーチやってね、アイドルやってで家でも台本読んでってなると、やっぱりね、こう煮詰まっちゃうから。俺も人だからさ、そうだからやっぱゲームは俺の好きなタイミングでやらせてって思うよね。体調が心配、心配ね、心配してくれて嬉しいです、ありがとうございます。あ、ニキビってニキビなんか映すもんじゃねえよな、ごめんな。あ、シンプルに大好きです、あざっす、嬉しいですあと15分で始まりますよ。あ、そっか、 YouTube に上がった、じゃあ見てくれた。そう、平成ジャンプね、YouTube も、
やってるんでね、ぜひ登録してないという方はそっちもちょっと登録してください。お願いします。ニキビ定定か？定定くねえだろ、ニキビなんて。マジで定定くないよ、マジ。そうね、ジャンプだけじゃなくて、ジャニのチャンネルっていうね、YouTube と、レオの遊び場っていう、そう、そこのレオの遊び場のね、部屋なんだけど、そう、YouTube、まあ、ゲームが好きな方は、ぜひぜひ、そちらの方も見てみてください。お願いします。ありがとう、ありがとう。YouTube 上がってんのちゃうじゃなかった？ちょっと待って。なんで俺が把握してねえんだって話ですね。ごめんなさい。ちょっと待ってね。見てみようか。答え合わせの時間だ。うん。ちゃうだね。うん。ちゃうだね。これはちゃうだね。ちゃうです。間違ってませんでしたよ。そうね。ドラマあと14分で始まりますから、みんな見てよ。あ、そう、でもみんなのおかげで、ね、1話かな TVer すごい、この水準枠では一番いい配信回数回ったというね、回数が良かったっていうね、聞いて嬉しかったです。ありがとうございます、皆さん見ていただいて。でもマジでこのドラマこっからなんですよ。僕も3話4話、まあ結構衝撃的な展開ありますけど、マジでこっから嘘だろマジかよって思う展開待ってます。度肝抜かれんじゃないかな。やっぱりやってても楽しいですし、演じてるのもすごいね、正直、大変なドラマなので、僕の中でね、歴代1位なんじゃないかなって思う大変さというか、やっぱりその二重人格だから、A 字と B 字とって、やっぱ撮影手法も順番通りに撮ってるわけじゃなくて、じゃあ今日は3話と9話と8話と6話ですみたいな撮り方もするし、じゃあ明日はこのシーン撮って、A 字やって、じゃあ次のシーンビーチでやります、その後またエイジやりますみたいな、なんかこううわーってこう入り組んでるっていうかね、皆さんやっぱいろんな人のスケジュールもありますし、場所の都合とかもあるんでね、だからやっぱりこう切り替えをやっぱりスピーディーにやらなきゃいけないから、なかなかね大変ですけど、めちゃめちゃ楽しみながらやらせていただいてます。怖い、あ、ビビりながら見てくれてるんだ、ありがとうね。闇深い系の役、闇深い、あ、ビーチのこと言ってんの、あ、ビーチか。二重人格演じてておかしくならない、おかしくならないっすおかしくはなんない。だからそのなんだろうね、その芝居には芝居のスイッチがあって、ライブにはライブのスイッチがあって、YouTube には YouTube、 まあ YouTube は割とこう数に近いんだけど、バラエティにはバラエティのスイッチがあってっていう風にこう切り替えていく中で、やっぱりその自分のプライベートの時間を作ってあげないと、役に引っ張られすぎてそういう風になっちゃうとかもあると思うから、そのためにもやっぱり自分の時間を大切にするっていうのは、やっぱり1分でもね、10分でもその短い時間でも作ってあげるっていうのは心がけるようにしてますよ。だから皆さん心配しないでください、大丈夫ですよ。ありがとうございます。すごい、みんなフォローしてくれた、ありがとう。麦ちゃんとのエピソードですか？麦ちゃんとのエピソード、あ、でもあの僕がやっぱそのライブやってね、ドラマの現場行ってってなると、やっぱりね、ライブってね、すごいこう体力使うみたいで、
次の日がライブだとね、やっぱなんかちょっと痩せてるみたいで、それをなんかこう心配してくれた麦ちゃんのマネージャーさんと、その麦ちゃんからこう栄養ドリンクの差し入れとかねしてくれたりとか、すごく気を使っていただきましたね。ありがたいというか、もう本当に感謝しかないですね。皆さん優しいですからね、本当現場でも。もう円健さんとかはもうずっと喋ってる、ずっと喋ってる円健さん本当に。そんなに痩せますね、ライブは。めちゃめちゃ、どんぐらいだろう、2公演、1日2公演なんですけど、多分飲まず食わずというか、合間とかに食べないと1日で3、4キロ落ちない、落ちてんのかな、わかんないな、どんぐらい落ちてんだろう。次の日の朝とかだったら多分、その日食べずに2公演やって次の日起きてだったら多分3、4キロ痩せてるはずってぐらい、グオッて細くなる。そう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 。いや、我々もね、やっぱね、若いけど若くないというか、ね、後輩たちもいっぱい出てきて、中堅ぐらいになってきたんでね。うん。現場でお友達行きましたか？おい、バカにしてんのか？バカにしてんのか？お友達というかね、皆さんに本当によくしてもらってます。助けていただいてますよ、本当に。みんな優しい。それこそそのもう役ではめちゃめちゃ怖いけど、尾上松也さんもね、すごい優しいですから。いや、だから本当に役者さんってすごいよね。だって役を見てさ、この人嫌いとかさ思ったりするわけでしょ、みんな。いや、だからそれはやっぱりその役者さんの演技が素晴らしいからだなっていうふうに思うし、サイなんてね、めっちゃ怖いから、多分山田くんも一緒見ないでやめてって思ってる人もね、中にいると思うんですけど、裏では普通に喋ったりしてますか、してましたから、全然ね、ぜひぜひ怖がらずに見ていただければなというふうに思いますよ。お、予告してますか？そうね、ドラマのメンバーの中で誰と一番、いやー、でもみんなそれぞれですよ。うん、みんな仲良し、なんかみんな本当にまんべんなく喋るかなっていうふうに思いますね。山田くんになりたい、うん、それは無理だ、山田くんにはなれない、オンリーワンなんだ俺は、ごめんな。いや、もう一人俺がいたらどれだけ楽かとは思いますよ。サイのペロペロ死んだレロレロな、ペロペロじゃないぞ、レロレロな、宙吊りになってた、宙吊りになりましたよ。もうそのね、頑張った勇姿はぜひこの後3話見てほしい、ぜひね。もう30歳ですね。え、それ煽ってる？あ、今僕のこと煽ってますか？まだ29ですけどね。ええ、ヤマハートして、ヤマハートしましょうか。ヤマハート知ってんの？みんな、なんかじわーって流行ったのか流行らないのか、なんかふわっとした中でうわーってなんか今あんのかないのかみたいな感じだけど、ちょ、みんな流行らせてよ、頼むよ、みんなの力が必要だよ、これは。あ、いて、必要だよ。肌綺麗なんですか？いや、今は本当にだから荒れてるからね、ファンデーション塗ってもらってますよ。何それ、おい、何それじゃないよ、これです、ヤマハートです、山田だよ、橋田真奈だよ。ファン減るかこれ。あ、プリクラのことやね。ぜひぜひやってくださいよ。動脈ピースって何？こう
動脈ピースがわからん。動脈ピースって何ですか。結婚してください。あ、ごめんなさい、無理です。すいません。すごいでしょ、サボサボしてるでしょ、俺。芦田愛菜は似てないよ。やがましいわ。いいんで、わかってるわ。もう一回やりません。似てないって言われたからね。ね、動脈ピース教えて。あ、向井くんのやつなの？え、合ってる？これ？向井くんはなんでこれをやったんだ？なら付き合ってください。あ、ごめんなさい、無理です。ゴイゴイスやんない。俺芸人さんじゃないんだよ。一応アイドルでやってるからね。片手で、あ、こう？こういうこと？全力動脈ピース。ほらほら、4分だよ、4分。あと4分で始まるよ、みんな。ちょ、ごめん。だからインスタライブっていうのがどういうものなのかいまいち分かってないからさ。ちょ、みんなにちゃんと、インスタライブを届けられたのか分かんないけど、ちゃんと勉強して、またね、機会があったらやりたいなというふうに思いますよ。明日も仕事頑張ります。あ、頑張ってください、仕事。大変だよね、仕事ってね。格殺ファンさんお願いします。よでーす。付き合うのダメならペットにしてください。嫌です。だってペット飼ってないし俺。学校ね、学校も頑張ってください。8チャンネルつけて、はい、はいはいはい、みんなテレビの前に移動だよ。始まるよ。10時だよ。全員集合。全然。いやいや期です。いやで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 。SNS やらなさそうだから、インスタライブやってんの不思議な感じするでしょ。俺もびっくりしてる自分で。いまいちやり方わかんないしね。よし、ほら、あと2分で始まっちゃうからね。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。頑張ります。頑張りますじゃない、休みますね。ちゃんとね、休めるときは。あ、夢の中で僕に会いましたか？今日も会えるといいですね。じゃあね。さあ、もうすぐ始まってしまうので、そろそろ。お休みじゃないよ。ドラマ見なさい。見なさいっていうのもね、明日の予定もあるからあれなんだけど、時間に余裕がある方はぜひぜひ見てください。配信でもね、見逃し配信もできるんで、 TVer だったりとかでぜひぜひ、見逃しちゃった、今日はね見れないよって方は TVer とかで見てください。じゃあ、残り1分ということで、そろそろねインスタライブおしまいにします。それではまた、エイジと今日はビーチが出てくるんでしょうか、ドラマの中でお会いしましょう。じゃあね。